皆様本日お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。七草を演じました横浜流星です。今映画をご覧になられたということで、皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。短い時間ですが、この作品についての魅力をたくさん語っていきたいと思います。よろしくお願いします。どうでした？こことこことここと高校の同級生です。初公開、はい。ちなみに高大くんとは同じクラスメイトなんですよ。僕もほのかとは同じクラスで、はい、だったんで、もう流星くん結構いろんな側面あるからね、楽しそうにしてるところも見てる。すごくこう凛としてる時があるから、なんかなんだろう、ここにいないキャラクターがいる、うん、確かに。ここにだけど七草となんか真鍋を両方持ってる感じはします。確かに確かに、うん、すごい陽の感じとちょっとこう陰な感じも、うん、確かに振り幅があるイメージですね。横浜さん、今の伺い聞いてどうですか？両方持ってるんじゃないかと。はい、僕は二面性を持っています。はい、はい、流星君温泉入るとすごい笑顔になるんですよ。温泉、はい、何ですかその情報一緒に入ったんでリラックスするとちょっと違うんですね。はい、横浜さんが演じられている七草は悲観主義者、はい、そして飯豊さんが演じている真鍋は理想主義者ですけれども、どうでしょうか、お二人ご自身はどちらの考え方に近いですか？何かその関連するエピソードがあったら一緒に教えていただきたいんですが、まず横浜さんどちらでしょう？いや、まあどちらの要素も持ってはいますけど、近いのは七草かなっていう感じですね。まあ感情をこう自分もあんまり表にこう出すタイプではないので、抑え込むタイプなので、そういうところは似てるかなと思いますが、伊藤さんどうですか？私はですね、はい、あ、そう思いますよ、はいはい、うん、七草いいパス、いいパス、いいパス。でも演じていて、横浜さんはまあ私とは、すごく正反対な。そうなんですよ、真鍋と七草の関係とすごく似てるというか、うん、そうですね、正反対です僕たちは、うん、はい、根本的に正反対ですよね、はい、そうなんですそうなんです。私自身は、まあ悲観主義ではないかなっていうふうに思いますね。どちらかというと、こうなった、こう思えばこうなるって信じてるタイプなので、目標を口に出すことは間違ってないと思うって、もう本当にそう思ってるのですいません、淡々としちゃっていますね私は、はい。じゃあやっぱり理想主義者の方が近い、はい、そうだと思います。はい、本当にそうですね。撮影中も普通にたわいもない話をしていて、なんか、なんて言うんですかね、変な例えですけど、何を投げても綺麗にポーンって返してくる感じ。なんて言って伝わらないかな、うん、なんだろう。僕は壁ですか？白い壁、はい、白い壁です。白い壁ですか？違います、青い壁です。青い壁、なんて言うんですかね、ちょっと変ですけど、どこか絶対的に受け入れてくれるものがあるって、なんか信じれる感じが、やっぱり真鍋と私はシンクロしていて、何を迷ってもそれを正しい道に導いてくれるなって、横浜さんのお芝居をしていて思いました。はい、それは真鍋ちゃんと七草くんはそこをなんか思ってる部分だと思うので、私はすごいそこがなんか共感しました。はい、ありがとうございます。